どうもこんにちは。今日もパスタを作っていきましょう。ですね、実は実家からシソが大量に届きまして、シソの葉ですね、多分皆さんご存知だと思うんですけど、大葉ってシソの葉のことを言います。シソにも赤ジソ、青ジソあるんですけど、青ジソの葉っぱのことを大葉って一般的に言ったりします。で、今日はせっかくですので、この大葉を使った、パスタを作っていきます。と材料紹介です。大葉ですね、それとしらす、にんにくと唐辛子、塩、エクストラバージンオリーブオイルと、こちら今回も、五島列島の、魚醤、五島の醤を使っていきます。で、パスタは、ブロンズタイプのスパゲッティを使います。この魚醤を使うと割と和風っぽい味になるんですけど、じゃあイタリアに、魚醤はないのかっていうと、イタリアにも魚醤はあります。ガルムっていうんですけど、こちらも魚醤です。いろんな種類のお魚を原料にして作った魚醤です。イワシだけで作った、イタリアの魚醤をコラトゥーラって言います。コラトゥーラって聞いたことあるかなと思うんですけれども、コラトゥーラはイワシだけで、ガルムはいろんなお魚の、魚醤になります。こちらの五島の醤も五島で獲れたいろいろなお魚を原料にしています。椿酵母を使いながら作っていて、とても繊細な臭みが非常に少ない魚醤に仕上がっています。でこちらの五島の醤の香りをですね、今回はしらすと、大葉にまとわせるような方法で作っていきたいと思います。まず大葉ですね。大葉は好きなだけ入れてください。で、ここの茎のところも柔らかければそのまま入れてしまって大丈夫です。で今回は、パセリのような使い方をするんですけれども、こういった千切りで少し真ん中切ってあげる、こんな感じでいいと思います。ニンニクですね、ニンニクはお尻を切ってちょっと潰してあげると、これツルッとむけます。こんな感じで粗めのみじん切りにしておきます。とカットはこれだけですね。唐辛子ですね。唐辛子は2つとも砕いて入れておきます。それとエクストラバージンオリーブオイルを、こちらも大体大さじ2杯ぐらいですね。入れたら火をつけます。全部オリーブオイルに浸すようにしていきます。こんな感じで少し沸いてきたら、弱火に落とします。唐辛子は油の中で辛みを出そうとするとすぐ焦げてしまって、なかなかオリーブオイルに辛みが移らなかったりすることが多いんですね。で、唐辛子をきちんと辛くするためには、この油の温度をできるだけ低く、で低い温度で長時間煮るようなイメージです。オリーブオイルで煮るようなイメージで、ニンニクの香りと唐辛子の辛みをオリーブオイルに移していきます。時間にして3分から5分ぐらいこのままで熱していきます。だいたい今3分ぐらい経ったところです。こんな感じで少しずつ色づいてきました。で、色づき始めると早いので、こちらで先ほどの大葉、刻んだ青じその葉っぱを入れていきます。で、その時必ず火を切ってください。火を切って平らにして入れます。これでオリーブオイルの温度を一気に下げます。一気に下げながら、青じその葉っぱを、軽く炒めていきます。温度が高いと大葉が、はぜてしまうので気をつけてください。大葉を入れたらしらすも入れていきます。しらすを入れたらこんな感じですね。よく油を吸わせていきます。で、よく大葉やしらすを入れる、レシピ、パスタのレシピなんかだと、最後にトッピングとして使うことが多いですよね。それもそれでとても美味しいんですけれども、しらすの旨味ですとか大葉の香ばしさ、そういったものをオリーブオイルと絡めてですね、ソース、あんのような状態にしてパスタと絡めていく、こういった作り方もあるので、ぜひこちらも参考にしてみてください。よく絡んだら、弱火で火をつけます。ここで五島の醤を入れていきます。
このぐらいですね。だいたい 5g ぐらいでしょうか。五島の塩も最後にかけることが多いんですけれど、今回は大葉やしらすにしっかりと五島の塩を絡めたいので、先に入れて弱火で、しっかりと温めていきます。この状態になったらパスタを入れていきます。でパスタの茹で汁は 1% の塩分濃度にしています。少しポコポコと、泡立って表面がこう揺れるぐらいですね。だいたい95度ぐらい、95度ジャストです。このぐらいで茹でるのが一番ベストになります。魚醤の香ばしさが出てきたところで火を止めて茹で汁を 100cc ぐらいです、ね、加えて置いておきます。そろそろパスタが茹で上がるので、ソースを温めていきます。この時に味見をします。五島の塩、それからしらす、結構塩味が強いものが入っているので、問題がなければこのままいきます。もし 塩分が足りなかった時にはここで少し塩を足しておきましょう。では表記1分前になったのでパスタを合わせていきます。しらすと大葉のこの餡をですね、パスタにしっかりと絡めるように、合わせていきます。で茹で汁が少なくなったら少しでいいと思います。少しだけ茹で汁を足して濃度を調整します。どうでしょう。あ、いい感じです。これで OK です。盛り付けていきます。はい、こちらで出来上がりました。五島の塩を使ったしらすと大葉のペペロンチーノです。大葉はパセリのような使い方ですね。オリーブオイルで直接炒めるような、でしらすも同じようにオリーブオイルで直接炒めるような感じで、最終的には、ね、茹で汁を含んでこういったふっくらした形に戻ってきます。そのしらすや大葉に五島の塩の香ばしい香りをまとわせて全体的にまとまりがあるパスタになりました。ぜひ一度試してみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。